その実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。というわけで皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。ちょっとこの画面ですいません。初メンバー、クライブさんと、さんと、ムーちゃんが来ております。ありがとう。ムーちゃんは、前に出てくれた、1回出てくれましたね。はい。あとエッチオ方と、クラフィーみたいな名前だな。はい。はい、というわけでね、よろしくお願いします。押す。押す。で、ちなみに、ね、みんな、押すジャキンしようぜ。ジャキンしようぜ。このアップの状態でジャキンしようぜ。なんか重いぞ。なんか重いな。どうした？どうした？ジャキン。はい。ちなみに今回、あとなんで初メンバー急に紹介したのかと言いますと、なんかピーピー言われたけど、お前ら何してんだよ。ちょ、そこに俺も倒れればいいってか。いいよ、おっしゃっていいんだよ。初メンバーなのに、ね、初っ端から下ネタやってくれますけど。ちゃんと言っとこう。無言かと思われるかと思うけど、動画撮ってて、めちゃ喋ってるから。よろしく。よろしく。はい。で、ちなみに、今回、前回、大事な話があったけど、忘れちゃったっていうのがあって、どうしても思い出せず、動画を見直したりして、結構思い出そうと努力しました。うん。てか、動画終わった途端にぶっちゃけ思い出した。うん。で、ちなみにそれが何なのかと言いますと、そう、ゴッドイーターリザレクション、K の大冒険のランキング発表、イエーイ。お待たせいたしました。すっげー長々と待っちゃったかな、みんなね。はい、でも、ただ、やっぱり難易度10からランキングをつけたので、なんていうのかな。まあ一応、まあじゃあ、とりあえず言おうか。とりあえずランキング言おうか。でもランキング言うにはちょっとメモを見ながら言わなきゃいけないので、ちょっと狩りしながらは結構きつい。きついけど、まあこの方々の PS を信じて、あれ今バースト飛ばしてくれた、誰が飛ばしてくれた、俺そういうところもしっかり見なきゃいけないんだよ。今後ランキングをつけていくから、みんなの PS を全て、あ、誰がかけてくれるのか見てみよう。しかも一発で上からポンと爆発できたので、結構広範囲に当たりますね。他の方も近くにいたら当たるってことですね。なるほど。今の結構高評価ですよ、あの回復バレットは。いいっすね。見た目的にもね、上からバーンくるからかっこいいですよね。いいですね。で、回復をさせるのは、おお、しっかりさせてるけど当たってない。回復するべき方に当たってない。待って待って、仲間を信じすぎだな。ほい、よしよしよし。まったく回復特化じゃなく、むしろ攻撃特化の方なんだろうな。よいしょ。でもそういう人がいると逆に助かるよね。大丈夫かい、大丈夫かい。なんか今リスみたいな声したけど、おっと、ありがとうございます。よいしょ。おお、しっかり言うよね。俺戦いの最中もさ、あのチャット打って俺なり、あのアドバイスなり、あの謝罪、まあ謝罪は別にうちの実況ではしなくてもいいんですけど、まあごめんねとかありがとうとか、まあ、言う方いますので、そこもね、この難易度の高い敵に対して戦いながら、まあセットされた言葉かもしれないけど、それをこうやって出してる、ん、これどうやって出すんだっけ、あ、こうか、こうやって出したりするんだよね。だ、そういう時間、隙、そういうのを見つけて打ってるだろうから、それをしっかりやって、しかも死なないってことは、
やたら PS が高く、周りを見て判断して敵の動きを見た上でやっているので、全然それは素晴らしいことだと思いますので、戦闘中にチャットを打っている方がいるとよく見てます。はい、よいしょよいしょ。で、ちなみにランキングみんな気になるだろうけど、ちょっとこれ目離したら死にそうなのに、ちょっと待ってちょっと待って、敵が敵、ちょっと今回敵が敵、ちょっと丸が、あねえ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 、オッケーよし、死んじゃった死んじゃった死んじゃった、よし今のうちに目もいない。ちなみにちなみにちなみに、デレ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 、順位の方、待って、読めねえ読めねえ読めねえ、あのね、いろいろね、あのなんで選んだかっていうね、あの理由とかも書いてあるんだよ。ちょ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 、はいはいはいまあ俺から目線だからね、あくまで俺から見た目線で、あの個人でランキングをつけているので、みんなは違う風に思っているかもしれません、はい、まあただ俺から見た目線です。はい、どうぞ。あれ死んでんの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 、どこで死んでんの、痛い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 、おーちょ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 、怖チンコ解放、え、マジでそこ解放しちゃうみたいな、よし、でまだ余裕ねえな、向こう誰だっけ、向こう誰がいいんだ、ちょっとテスカ、テスカはちょっとな、よいしょよいしょ、てかバーストが3にならない、あ、そうだ、仲間に渡さなきゃ、ほいほいほい、これでどうだ、あと回復も、あー仲間を見てたら敵を見ねえんだから、俺はほら、だから仲間をしっかり回復させる人って回復特化って難しいんだよ、みんな簡単にポンポンやってるように見えるかもしれないけど、実際めっちゃ難しい、マジで回復特化なってみれば分かる、この難しさ、敵を見て仲間を見て、うん、これ結構難しいんだからマジマジこれマジマジ、止まるとマジよしよし、あとバーストとかもね、ちゃんとねしっかり渡さないといけないからね、おっとっとっと、食らってる食らってる食らってや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 る、おう自分で回復するんだ、ほい、僕がやることを忘れちゃいけないよ、今大丈夫、僕を信じていいよ、よいしょ、そのうち裏切るけどね信じらんねえよみたいな、でしかもなんかね、一人の方が荒神を完全に引き連れているので、そのおかげで結構今楽になってますね、合流したら多分ひどいことになってることでしょう、あ、バカバカ、いや食いたいがために今ちょっと持ったわ、すまん、欲しい、ください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 、私にください、バーストください、ください、ください、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ランキング言いたいんだけどな、よいしょ、よいしょ、今俺しっかり日本語言ったな、久々に、言いたいだって、言いたいって違うんだよね、確かに、言いたいが本当の日本語なんだけど、あれどっちだっけ？言いたいが、ん？言いたい、言いたい、どっちだっけ？まあいいや。そんなこと関係ねえよ。伝わりゃいいで伝わりゃ。あれ？あれ？ちょっと待って。おちびが吐いた。どうした？おちび、おちび？大丈夫かな？おちび、そっから動くな、マジでどうしたの、どうしたおちび、なんか食ったか、成立大丈夫、ああ画面見れない、画面見れない、おちびおちび、どうした、おちびが今吐いてるんだよ、大丈夫かな、実況最中に吐くなよ、お前が毛玉か、ちょっと後で見なきゃ
ちょっと待って、ガチでやばいな。さすってくるわ、ちょっと落ちる。ちょっと一回食って。あー、バスが。ちょっと一回食って隠れる。ちょっと待って。ほっ！うぇー！おいしょ！来い！来い！ちょっと心配だな、おちび。どうした？あとで病院行くか？ほい！ちょっと心配マジ。ドナルドマジ本当に。今ちょっとアグラの上乗ってるんだけど、大丈夫か。お前次吐いたら俺のアグラの上がゲロだらけだからちょっとやめてくれ。おちび、ちょっとティッシュ引いとくか。ティッシュ、ハンカチでいい、ハンカチ引いといて。これでいいだろ。そう、よし、まあいいや、気を取り直そう。な、もう落ちる、大丈夫だよ、大丈夫な。もうお前剥がねえな。よし、ありがてえ。よいしょよいしょ、はいはい、よいしょ、よし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 。とりあえずランキング発表したいな。とりあえず10位って今言ったもんな。あ、こっち役者だ。ラージャか。お、死んじゃってねえか、大丈夫か。どこ、死体とかぶさってみんな、いたー結構辛いぞ今。でもよくこいつを一人でちゃんと耐えてたね。素晴らしい、高いよ今の、今の高評価で。死んでなかったらもっと高評価。よいしょ、ちゃんとね敵を引きつけるとね、やっぱりねその分ね仲間が楽になるからね。やっぱそういう周りを見てる感じのしっかりした感じの戦い方っていうのかな、すごくかっこいいと思う。だって今動画撮ってますよって言ってんのに、動画に映るとかそういうの関係なく、ただみんなのプレイスタイルを考えて、初登場の方がカメラの前に映らずに陰で役者ラージャを止めてたっていうね。いや、かっこいいっすよ、普通にかっこいい、素晴らしい。今の高得点、初登場でこれはすごいよ。みんな結構映りたいって感じだけど、それを捨ててまで、そうか、すごいな。いや、いいっす、素晴らしい成績ですね。まあ俺らが助けに来たら、まああれがもう合流、助けに来た、まあね合流しちゃって、でいろいろリズムが崩れたのか、まあ死んじゃったけど、まあそのリズムが崩れるまでずっと生きてましたからね。素晴らしい。はい、よし、いいとこ当たるね。ごめん、俺のせいで的が近いところに。よいしょ、ほい、ほい、よいしょ、はい、はい、はい、ほい。さてさて、行かせ、なんかちょっと日本語変わっちゃった。よいしょ、お顔に当たらない。てかバーストくれないな。あ、くれるんだけど、くれるくれる、全然くれる。てか PS 高いな、あの方、エッチーとかエッチーよ、お願い。しゃーないな、しゃあない、しゃあない日に、しゃ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 、おー、あとちょっと、強点物じゃん。もうない、もらったのは誰かしらにいいけどな。おっしゃ、食うか、行くぜ、食べようか、行くぜ。トリミさん、のいしょに、いただきます。はい、美味しいです。おおおお、なに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 な
やんねんか。ちょっと、真ん中入れろや。ちょっと真ん中入れろや。お、なんだ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 、これが、もしや、噂に聞くディープキスか。おらおらおら、べちょべちょにしたるわ、おら。べちょべちょに、食うんじゃねえよ。すげえキス。愛情こもりすぎて痛いわ。うん、よし、じゃあランキングを言おう。でちなみに今回発表しますが、今現在ってだけで、今現在、おお、素晴らしいですね。ヌーだっけ。あれ、なんで名前だっけ。はい、なんかなんだっけ、名前がさ2つあんじゃん、ゴッドイーターって。そこの名前がさ2つとも違うと忘れる。あの、固定してほしい。うん。はい。まあ、そんなことで、とりあえず、ランキング発表いたします。ちなみに、今回発表しても、次の動画で、パッ、ポポンと、普通に変わります。なんでかっていうと、あ、そう、ムーちゃん、ムーちゃん、ヌーじゃねえ、ムーちゃん。で、ついよ。私、エッチだよみたいな、そういう名前だと思う。絶対違うけど。エッチい方。うん、エッチい方。そうしよう。そう呼ぶわ。いや、ついよ。私は、エッチいよみたいな。うん。それだね。クライビ。クライブ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 、エッチ。ムー。クライブ、エッチ、ムー。何それ ?Don't touch me みたいな。Don't touch me みたいな。ごめん、つまんねえ。よし。お前ら仲いいな。本当に初登場か、このクマ。本当に、てか、ジャキンしよう、ジャキンしよう。ね、ジャキン、裸の君、裸の君。うん、もうここにいれば逃さないだろ。ここにいれば逃さないだろ。後ろ振り向けば僕がいるよ。はい。嘘。冷たくない。あ、ね、早く言わなきゃ。で、はい。どうしようかな。ぶっちゃけ。うん、まあ、いいや、言おうか。うん。難易度10からよく出てくれて、しかも、普通にプレイスタイルも安定していて、一緒に戦ってるって感じがとても出ている、方なんですが、まあ、PS はね、どちらかというと、バランス型。はい。で、まあ、ちらほら、難易度10からよく出てくれる方なので、結構、いい動きをしているところをちらほら見かけています。はい。まあね、そこは動画を見てくれれば、多分みんなわかると思うんですけど、チラホラなんだよね。なので、ランキングに入るとしたら、まあわかるでしょ。10位です。結構ギリギリ。ギリギリ参加の10位。はい。そして次。もう今はもう連続で読んでいっちゃおう。うん。そうしよう。次。壁に突っかかってた。まあね、これもね、最近よく来てくれる方ですね。てか、ほんと、目も見ながらごっといたら難しいな。危ないわ。よいしょ。痛すぎ、やべ。これ使えるやつ?さっき俺使っちゃったやつ。あ、やべ、回復忘れたやつ。ありがとう。やべ。待って。もうバーストくれるね。ちゃんとしっかりここで装備を整えていく感じね。素晴らしい、そのやり方。さすがゴッドイーター、やることが違う。いいっすね。しっかり考えた戦い方だね。あー、サソリちゃん危ねえ。ほい、はい、しょい。他のやつらにもみんなにバースト渡さなきゃだから。あれこの声は、お前いたんだ、気づかなかったわ。マジか、どうしよう。スタグレある?ないね。スタグレあったら、てか、メモ読みて、メモ。大丈夫、ここにいれば当たんない。ここにいれば。当たる、それ当たる。それは当たる。上から来るの当たる。大丈夫、それ当たんない。あ、余裕だぜ。よいしょ。はい。ありがとうございます。おー、しっかり戦闘中に、チャット打ってるね。素晴らしい。あとね、ヤコね、顔つけないと後々うざいんだよね。どっからか急にポンポン飛んでくるから、攻撃が。よいしょ。あと、バーストなってない方いるよ。その方のためにね。振りましょう。今のあり?これどうだ?ぴったり!イエス、今の決まったね。
で、まずバーストあげよう。エッチーがさ、エッチーがさ。あ、よかった。よかった。なんか命がけてバーストあげたわ。よいしょ。センキュー。今くれたのは？おお。なるほどね。おいしょ。ほい、ほい。あー、ちょい。大丈夫。心配することない。たまたまがあるわ。センキューバリワッチ、センキューバリ。え？おー、エッチー方意外とやるじゃん。なんで意外とって上から目線にも程があるわ。で、エッチー方、どうした大丈夫か。死ぬ。あざっ。死ぬ。おおおおお、やる。いいね。待って、メモ読みたいじゃん。お前怖い。合流しちゃったよ。痛いっす、ベイベー。回復忘れたな。この状況で回復忘れたってめっちゃヤバくねえか。ほいほい。まあ普通にまずシュールからだよな。怖い。え、虫、え、ちょ。何、そうやってまた俺にそうやってみんなして俺出張でするんだから。なんかこの頃多いんだからそういうの。わかるよ。そろそろわかるよ。おい、向こうにも人いるだろうね。おい、なんか俺が悟り引き連れちゃって、しかも苦手なやつ、一番苦手な荒神、俺引き連れちゃって、どうしようこの状況、どうしようかな。どう打破しよう。バカ。え、何攻撃？誰だ。しっかり見ろ。誰が撃った？見れなかった。すごい。遠目から俺を見て、しかも援護射撃してる。支援だよ。もう今ここでランキング変わっちゃうかもしれない。それほど上手い。今のすごい。誰？今の高評価。名前分かったら多分今順位変わったかもしれない。まあいいや、はい、よいしょ。あとまずここ大丈夫か。うっそ、おお、誰、どこのどいつ。マジで知りたい、誰だ。俺の命を救ってるやつ。俺の命救ってるやつ誰だ。見る。貴様か、うまいな。どうしよう、もう今のはすごくない、今のすごくない、文句なしじゃない。ランキング発表でランキング変わると思ってなかった。今のは ガチで変わった。これで ガラッと変わった。はい、まあそのまま発表をしていこうかなと思います。でもこの状況をせめて相手荒神が一体になってから発表したいですね。画面を見なきゃいけない。まず回復ないんで、どうだ、いいダメ入ったろ。シェイ、ほいほいほい。さあ、それについ生意気な人間様に語り取るのは終わってないか、貴様これ。はい、じゃあ、はいはい、ほい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 。ちょ、これ作っとくか。どっこい、あれー、ほどよく当たんなかったな今。おお、ナイス。意外と早いな、この状況下で、しかもこの難易度で、よくこのスピードで倒したもんだ。すごいな、エッチー方が強いのか。まさかそのエロいピースを使って、なるほどね。よいしょ。そろそろ溜まってきたので、一回みんなに一個ずつあげる。お、君じゃねえ。よし。もしかしたらね、こういうね、あのバーストの不意の私のね、あの渡し方もね、まあ相手によっては、ああ、ちょうど切れそうだったんだよーっていう時が多々あるんで、みんなね、あの、あって思ったら、不意に渡した方がいいですよ。おおあれでも今見たら武器になってた。ただ切り替えが早いだけ。
誰だ、うまいぞ、誰だこんなにうまいやつ。あれだよね、4級だよね。あ今打ったよね、うん、懐かしいショートブレード持ってんな。俺前それ使ってたぞ。デノムのやつだよね。よいしょ、おっとっとい、違うの、形的に、え、待って、本当に、え、何、え、追加とかかけてるの、それとも2人とも、どうしよう、これを全部一人の仕事でやってたって言うんだったら、もう、結構、上位に近くな感じになるから。これが二人ってなったら、さっき遠くからね、お？ありがとうって言ってるから、エッチーかと思う。で、クマさんでもないって言ったらもう、一人しかいないね。へぇー、強いなー。ランキングちょっと変わりました。まあ今の見てわかるとても素晴らしいです。これはつい、こいつバーストくれて回復をちゃんと離れていても見て、しかも敵を見つつ自分死んでませんからね、やっべえわ。もう高難易度ミッション12のプラス99だよ。それでこれをやれる人ってなかなかいないよ。すごい。待った。待って。うん、だよね、だよね。やっぱりね。おー。すごいね。うまい、マジでうまい。こんな放り出し物がまだいた。これ多分、頑張ればそのうち上位狙える。わっちゃっ、とりあえずランキングいけんだけどな。まだだって残っちゃったのが俺の苦手なサソリだから。全然回復ねえじゃん。おう、なんで今俺当たりに行ったんだ。危ねえな、死んじゃったらどうすんだよ。はいはいはい、ありがとう。ちょ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 、危ないから来ないで。危ないから来ないでって戦いのところで言う言葉じゃねえ。よいしょ、よし、当てますか。どうや、来い来い来い。こいつのまた崩れただけ、四角ボタンがいいかな。いいよ、右手は絶対止めねえや。夜はずっと動いてるよ。はいはい、あのパレットも面白いね。くっついてそこから発射か、なるほどね。食べちゃおう、いただきます。はい、おいしいね。スイングスパイクです。オーライオーライベビー。おお、しかも回復のあれだ。あー、ちゃい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 、それを取れば僕は生きる。あれすくね、お、あざーす、ザン、腹減ったね。納豆ご飯食べようかな。なんか卵かけご飯に納豆をかけて、そこに海苔玉のふりかけをかけて、で最後の締めにちょっと刻んだまあ、ちっちゃめのネギをパラパラっと振りかければ、県の大冒険の納豆ご飯が完成する。もう納豆ご飯っていうにはふさわしくないメンツがいろいろ揃ってるのかもしれないね。ありがとう、すごいな。よいしょ。で、ちなみにまだ初見の方もいると思うので、ちょっとランキングについての説明をいたしたい。いやー、したい。はい、ごめん、かん。おー、すまないね。ちょっと今、OP なくて解説させられなかった。で、ちなみに、このランキングというのは一体何なのかと言いますと、私の実況に出てくれる、まあ、来てくれた方を、俺目線で見て、もうなんならやっぱり、ね、誰が一番強いんだろうとか、リスナーさんでどれが一番強くて、ね、
どういう感じになってんだろう、ケイさんはどう見て、ケイさんは僕たちをどう見てんだろうっていうのがコメントのが来たのがきっかけですよね。はい、それでランキングというものを僕目線でつけるようにしました。はい、あくまでも僕目線です。僕一人の考えです。僕一人の目線で僕の一人の思いで、戦った中で、その人の PS を見てその場で、あバチョバチョチャチャバヤチャヤザッでちょ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 軽くね、つらいわ。それじゃあまあそんなこんなで、なんつうのかな、まあ実況に出てくれる方もう今のこのクマさんでちゃんと見てますからね、どういう戦い方なのか、敵と戦うときは真正面に立つ派なのか、それとも後ろからチマチマなのか、それとも仲間を見て回復をさせるのか、バーストをしっかり渡してくれるのか、敵を分散させてくれるのか、いろいろ見てます。実況しながら喋りながら戦いながらしっかり見てます。はい、あとバレットもそうですね。バレットもてかバレットは結構見るかな、もう普通に見ちゃうね。そこは面白いバレットだったらあー面白いってなるけど、そこはやっぱりねモッドイーターの目と言ってもいいかもしれない、メインと言ってもあれかな、まあ補足もあるかな。まあ戦いにおいてね、補足やバレットは欠かせないものなんで、そこら辺もしっかり見て、はい、それも全部踏まえて動画に出てくれた方で、方だけで僕が強さのランキングを勝手に決めます。それが K の大冒険ランキングっていうリスナーさんランキングっていうのかなになっています。はい、うん、喋りながら苦手なやつを挟むのって結構辛いんですね。すげえなマジで、回復なしなのに俺生きてるぜ、死にそうだけど。素晴らしい、素晴らしいな、あれ俺今日回復持ってきてないよ、すげえ、この人上手すぎじゃないの、いただきます。素晴らしいね、マジマジ、普通にちょっと取ろうぜ取ろうぜ、なんで食らった、なんで食らった、いいぞ、何かして何かして、お、でもこのアングルもなかなか、なんでやなんで、貴様ら、貴様ら、貴様、貴様、貴様、君はやっていいことと悪いことっていう分があるのか分からないのか、このウイルス打ち込んでやろうかと思ったよ。お前対人戦だ、俺慣れてるからな。誰かさんのおかげでよ。対人戦舐めんなお前。クワガタ持ってきちゃうぞ。クワガタって言っても初メンバーわかんねえよみたいなね。はい、見て、俺回復持ってきてないのに死んでない、すごい、これすごい、まあいいや、はい、今流行っているドラマがあるらしいんで、喋んなきゃマジで。マジで喋んなきゃ、こんなにランキングいいのってつらかったっけ。まあいいや、パパッと言うか、パパ、はい、パパッとライス、うん、はい、うん、よし、待って、ちょっと長くなる長くなる長くなる、ちょっともう一回言う、もう一回、もう話をするために、あ、ここちょっと簡単そうかな、でもセッチャーいるな、これラストですって言おう、これラストです、これラストです、頑張り頑張りましょい、頑張りましょい、回復買わなきゃ、回復買わなきゃ、了解です、欲しい欲しい欲しい、よし欲しい、よし欲しい。で、今喋ろう今喋ろう、もうパパッと言ってくね、もう理由とかそういうのなしで、8位リリー、はい、ありがとうございます。7位ヤマト、ヤマトで、ヤマト、うん。あれ俺今何位って、7位だよね、7位ヤマト。6位アホ、いや別にあのけなしてるとかそういうんじゃなくて本当にそういう名前なんだよ、しょうがないじゃん。で
ちょっと順位が変わったけど、まあ、ちょっと、一応、メモったやつを言ってきますね。5位、ネロ。そして、4位、サスケ。てか、これ言わなきゃわかんねえよな。まあ、じゃあ5位から言っていくか。5位、ネロ。なんで5位なのか。うん。103話で出てくれた方ですね。はい。2対1で死なずに敵をずっと引き連れて、大活躍をしたと。はい。まあ、俺が陰ながらちょっとサポートとして、バーストを送ったりしていたんですが、まあ、プラス99に対して2体を相手に2対1で死なずにずっと耐えたっていうね高得点です。はい、これからも、出てくれることを祈っています。そして良いサスケ、この方ですね。この方は前に回復がめっちゃすごい方いませんでした。もう回復特化にも程があるだろうって。もう回復いらずだし、もうアイテム欄開かなくてもいいんじゃないんですかってぐらい。それがサスケさんですね。はい。もう初登場からもう回復バレットの連発で、すごい大活躍でした。はい。あれはすごく助かった。PS 高すぎ。たまと悪いな。なんだ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 。ちょ。まあいいや。よし、今言おう。うん。で、はい。回復と、まさかの、回復特化型で上位良いです。これ珍しいです。はい。そして次、3位。よくうちの実況、よくうちの実況で、喋れねえじゃねえか、これ。よくうちの実況に出てくれているユキさん。よいしょ。あの方です。まあ、ユキさんってめっちゃやるからな、なんて言えばいいんだろう。あ、名前がローマ字で、大文字の M、A、Y。うん。このユキさんかな。はい。が、3位にランクイン。まあ、この方は普通に前から知っているので、別にエコひいきっていうわけじゃないけど、まあ、難易度、10から、ランキング付けなんですけども、まあ、チェックっていうのかな。まあ、ランキングチェックをしてるんですが、難易度10からね。で、まあ、この頃出てくれたので、まあ、この頃出なかったら、ランキング外だったんですが、対象外っていうの、ランク対象外っていうのかなになってたんだけど、この頃出たので、もう昔の PS とか、今までの活躍を僕は知っているので、それを高く評価していくので、あとまあ、やっぱりこの頃出てもね、まあ、すごい PS が、やっぱり、残っていましたね。おー、危ね。ちょっと喋りながらって辛いな。メモ見ながら喋りながらちょっと接ちゃんってやっぱ辛いな。結構辛いな。はい。そんなこんながあって、ゆきさん、堂々の際です。はい。3位と4位は結構差があります。よいしょ。ほっ。よし、さすが。では。バカ早い。連続のやつかと思った。サンキュー。おぉ、てか、あれ 2匹か。2匹か、これ、つら。よいしょ。で、今3位ったんだよな。そして2位。2。ほい、ほい。ワン。98。まあ、通称スイーツが、2位にランクイン。これもユキさんと結構聞いたかな。なんで今死んだ、ジャスがしたやんけ。まあね、この方はね、まあ、前に結構高評価ですよ、みたいなこと言ってたじゃないですか。はい。まあ、なので理由は言ってるんで、ちょっと今回はカットします。ちょっと言うの辛い。うん。で、次、1位。あっぶねー。ロードさん。はい。この方は、まあ、前から出ているっていうのもそうなんですが、まあ、PS が高いことで、前もランキングに入っていましたよね。なので、今回もっていうわけです。そうしたら、ただのエコヒーターで、俺はしっかり見てます。なんでかというと、よいしょ。よいしょ。なんだっけ。ほい、ほい。あ、ちょ、待って。そうだ、今ちょっといろいろ頭こんがらがってんだよ。今日で急になんかランキング変わるし、あとこのランキング変わる前にちょっと言うことあったから。ちょ。で、この、なぜ1位がロードさんかというと、ちょっと待ってね。でも見なきゃ。よいしょ。あ、そう。その、ちょっとつらいな。辛いな。で、俺一つのことしか集中してできないんだよ。もうウイルス当てるわ。よし。
長く続く戦いはウイルスに限るです。よいしょよいしょ。で、その1位の理由が、前、K の大冒険でタイムアタックやった時ですね。あの時にパパさんだったかな。で、あれパパさんじゃねえ、ラーバナだったっけ。ラーバナじゃねえ、なんだっけ、あいつ、ヴィーナス、そう、ヴィーナス、ナスクヴィーナスと、あいつ、の時に、とてもすごい PS だと、実感できましたね。よいしょ。実感じゃねえ。なんや、見ることができて、そういう目線からもうずっと、あーすげえなっていうふうに思ってて、よいしょ、あおべ、はいはい、よいしょ。まあそんなこんなでランク1位ですね。あれでもあれかな、ロードさんって難易度10が出たっけ。まあいいやで、そうするとみんなあれって今疑問に思ったと思うんですよ。そう、シャドウさん、よいしょ。銀さんとアレスさんはなんつうの、離脱って感じなんだけど、アレスさん多分あれかな、新作で多分また出てくると思う。ほいほい、おいしょラーバナ来ちゃった、これはきついぞカオ土下座して、いいよ、どこ当たった、いいとこ、お腹、なんかめっちゃかっこよくなったの危ない危ない、一人死にそうなのか、だから今飛ばしてたのか。はい、でそのシャドウ、うん、まあ多分でもあれってか、あれ、まあいいや、まあもうあの方の素晴らしさは知っているので、知っているけれども、難易度10から出ていないので、よいしょ、ランク対象外になっちゃいますね。よいしょ、だから別に対象外を入れてしまってもいいのであれば、シャドウさんが1位ですね。だから全ての順位が1個変わります。はい。で、しかも今回1個変わりました。はい。待って。ちょっと目も見れない。あと喉が痛い。飲み物。はい。ってなわけで、とりあえず、ランキングも変わりました。もうすでに変わりました。はい、早いです。よいしょ。ちょっと待って、危ねえ。ちょっと話がまとまんねえな。まあ、今度話題ゆっくり話すけどね。まあ、言われた方は自分の名前だから覚えてるでしょ。よいしょ。よいしょ。よかったら誰か、おう。まあいいや、なんでもない。よし。とりあえず、ね。フーさんでいいんだけど、フーさんだから FU だからフーさんでいいのか、ね、そのプーさんみたいな、そっちバレてないやつがいる、そっちあーバレちゃった、エッチい方が、あ、またこっちもいいのか、あーこいつ任せるのもあれだ、いやまあいいや、よいしょで、このフーさん5位、おめでとうございます。いや、素晴らしい。あれはマジですごい。あれをできる人なかなかいない。あー、バス切れた。ほっ。メモ見たり、敵見たり、仲間見たりしてたから、全然できないよ。頑張るぞ頑張るぞ、取り返すぞ今までの失態を、よいしょよいしょ、おれーよっしゃ、行くぜ、頑張るぜ、ほいほい、よいしょ、なんだなんだ、そこずるくない、そこで毒ばっかずるくない、それずるいよ、オープンだ、あう、おお、危ない危ない、人でも終わってんのか、
よいしょ。こいつどんだけ毒出すんだよ。来い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 。おお、ウイルス助かったわ。あのウイルスなかったら俺今毒食らってたわ。こんなところで活躍するとは。いいね。我がバレットに救われるとは、ね、面白いっすね。ほいほい。ちょっと今回結構長いと思いましたからな。よいしょ。また毒かよ。まあ、好きだな。お疲れ様でした。なんでなんで。ごめんなさい。もう助けに行ってる。いつの間に、いつの間に、ごめんね、気づかなかった。わお、ほい。まあ、せっちゃんとこいつがいたら普通に辛いわ。よいしょ。わー、俺もかー。やっぱ死ぬわ。やっぱ死ぬわ、これ。I'm sorry, Higa sorry, 小泉 sorry, Abra sorry, Jerry Jerry, Higa sorry。俺は何を言っているんだろうか。大丈夫か。危ない危ない危ない。よしよしよし。おー、サンキュー。待て、俺からもプレゼント交流がある。よし、完璧。いえいえ、借りは返しますよ。いいね。よいしょ。一対一なら俺まず死なないから。ちょっと待って、乳首かゆい。乳首かゆいってあんまねえぞ。どけた。いい気分だよ。もーらい。はい、どうもー。ほい。今じゃすがじゃないの。うまいなー。あちゃ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 、ヘルプミヘルプミ。あ、大丈夫、そっち向いてるから。自分すげえ切り替え早くて全部しっかりガードしてる。まあちょっと反動は受けてますけど、ありがとう。なんかうめえな。よいしょ、食らってる食らってる。すげえ、回復するのも早いな。前回させとく。ほい、よし、おったね。おてて一回、おてて。手、手狙いでいこう。いけねえな。ここ、よし。ほい、よし。あ、やべえ、こういうのやってると忘れるんだよ、捕食。俺ほんと偏るんだよね。当たんねえな。おーっしゃ、おっしゃおっしゃおっしゃ。よし、バカ俺何やってんの。食らわないね。あー、残念、かすってもねえや。てか早くやんなきゃ。あお早くやんなきゃ。わお、よいしょ。はい、オッケー。ここここそこそこ、そうそこ、よし、点滅してきた。いいか。てか向こう2体だよね。頑張ってんの。よいしょよいしょ。やべ、てかこっちむしろこの人に任せてもよかった。で3人で向こう行けば多分バランスは良かったんだよ。だってなんだったらこの方もう今日で今上位ランカー5位ですよ。ほら向こうが結構きつそうだから。それか俺耐える時って意外と耐える時耐えれるから。耐えれる時はね、耐えれない時は瞬殺されるとか。なんだ今のアンチはなんだ。よいしょ、ちゃんと手狙いに行ってる。
ごいね。ああ当たんないね。よいしょ。当たんねー。よっしゃ。くそ当たんねーな。強点滅もない。よし。おお大丈夫か。信じろ、俺は信じろ。あれどこ？信じない方がいいっすよ。どっちやねみたいな。さあ来いや。素晴らしい。チャンスを逃した。よし。なんかアレスさんはこっちの手が狙いやすいっつったかな。右手、俺左手が狙いやすいんだけど、ジャンプしたちょうどの高さなんだよね。だから結構チャージが当てやすい。ほらジャンプして離せばいいだから。俺今なんかいいだけだからって、言いたかったかーっつってね。アウチ、しびれるな。俺耐性ついてくんねえよ。おし、ナイス。いいね。俺はもう仕事してねえわ。ごめん、ありがとう。よいしょ。一応、あげとくか。ほい、ほい。おまったーん。おまったーん。え、C 型、C 型。うん、違う、君じゃない。君、クマじゃない。クマ。クマ多いな。いや、クマ、クマは普通か。カエルが多いんじゃないです。え、C 型、C 型。違う。違う。でもジャンプ違うのね。あと回復、回復イルミネーション。さあ驚け驚け、これが俺のパレットだ。どうだ、いえいえ、ほい、死んじゃったおサンキュー、頑張るぜ。よいしょよいしょよいしょ。ほい、あーとっ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 と。待って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 、なんか今日いろいろなんかダメだ。 PS 全員よいしょ。まあ弱ってる方をまず狙った方がいいな。よいしょ。もうなんならこいつ俺にターゲットになったら俺に出ようで引き離そう。お、強点じゃん。じゃあもう逃がさずにいいから。よいしょ、よよよ、オッケー。いただきます。はい、美味しいです。うるさい、殺す。毒毒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 出ちゃうぜ。毒が毒毒、ごめん俺のつまんないギャグで死んじまったんですよ。よし行こう。はい、さあ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 、あとは君だけだ。まあまあ片付いてきたな。はい、お、エッチ型がやめ、エッチ型、俺も危ねえ。サンキュー。エッチ型、エッチ型。サンキュー。違う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 、当てたい人に当たってない。あお。危ない危ない。おー、すごいね。いってん。もうさすがじゃねえのかよ。なんだよ、当てんなら当てろよ。よいしょよいしょ、はいはい、土下座。よし、もうこの技名土下座だから。よーく噛んでね。はーい、おお、ほっ、うわー危ねえ、当たりに行くとこだった。ここ、よし、いいぞ、2連続だった。ほい、でここ、よっしゃ、よし、危ねえ、抱きつかれた。めくってやるぜって言った俺。エッチーノ、エッチーノ、エッチーカだ、エッチーカだ、エッチーカだ、俺の腕取って、俺がめっちゃぶっかけるから。よし、感謝。
おいしょ。あ、パパパパパパ、危ない危ない。ほい、ほい。お、サンキュー。お、サンキュー。俺、俺、サンキュー。よいしょ。さあ、行こうぜ。あー、ごめんなさい。すみません、すみません。回復場所を持ってきます。なぁ。当たんねえな、いいとこ。もう、これ、後ろとか前とかもう、なんもぶつかっていう。ありがとう、クモさん。点滅してきた。あとちょっと。食えてない、食えてない。あー、悪いな。あー、痛いな。あー、痛いな。よいしょ、ほい、ほい、よいしょ。ここ、あー、外した。なんだよ。お前、顔潰すみたいな感じで叩くんじゃないよ、人。よいしょ、危ねえ。ここ、あー、顔だったわー。ここ、よっしゃ。いいのに入ってるよん。よし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 、あの、で手を上げるだろうから、よいしょ、まとまってるーと思うんだけどな。ザッザッ、よいしょ、当たれ、いいとこ、当たれ当たれ当たれ、当たんねえなこれやろ。さあ、というか、頂点滅に、なーれなーれなーれ、なりません。うわーわー、俺が頂点滅ってか、死んだ。やべ、半分以上減ってんじゃん。もう二人してボジーたち、ボジーボジーで、イボジーみたいな。ボジーたちって言いましたら、なんでイボジーになっちゃうの。よいしょ。バーイ。はい。おっしゃ。ちょっと打った後、少しスキーが出れば、その手を持った。手を上げるだろうから、速攻！なんで縮んだ、お前。だけど、心地んじゃねえんだからよ。伸びたり縮んだりすんじゃねえや。よいしょ。よいしょ。まあ、適当に浮いて攻撃してりゃ、その時点に当たるけどさ。だから、チャージをそんなガッツリ当てなくても、まあ、ダメージは入るんだけどね。よいしょ。あれ、どこ行った？もう向こうか。あ、強点滅じゃん。ほい。さあ、かかっていらっしゃい。かかっていらっしゃい。はい、いらっしゃい。決まりたかったな、今ので。もう、ちょう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 、え、それカモン。今成功でしょ、どう見ても。ナプレーザー、そう、決まらないね。そこ、あー、そこなんでかな。ディオネア、よし。おお、なんか俺一瞬かっこいいの映れた。わーい、かっこいいショット垂れたぜ。イエイ、いきます。それでは皆さん、のいしょん、いくぞー、いただきます。はい、おいおおおおおお、しっかりやってくれるね。やってくれるじゃん、みんな。めっちゃ遅いけど。はい。あれ？撃つと思ったんだよ。ほい。いいよ。落ちてるよ。落ちてるよ。いいよ。いいよ。いいよ。あ、なんかずれたな。なんかずれたな。うん？なんかだんだん後ろ行ってね。うん、どうした？お、か、かも、かも、来い。お、俺を隠すんじゃない。来いとは言ったが、画面に近づくのはいいんだが、俺を隠すんじゃない。全く突っ込みどころ満載なんだから。はい、というわけで、まあ、とりあえずね、まあ、今回、いろいろ言うこともあったし、まあ、言えたかな。まあ、言えたかな。いろいろっていうか、まあ、一個しか言ってないんだけど。はい。
まあ皆さんお待たせしました。お、あなんだな、まあ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 、俺やべ、俺やべ、メモ見てるからだよ本当に。あとおちびのゲロ。はい、というわけでね、今回ここら辺で終わりにしたいと思います。なのでね、まあまだね、初見の方見てると思いますので、初見の方のためにちょっと言いたいことがあります。はい、私の実況は毎週日曜日夜9時から実況録画となっております。なので9時ちょい前あたりに、まあ部屋を探していただいて、でケイの大冒険実況部屋プラス99 YouTube と書いてある部屋のところを見て、パスワード4444が4つ、パスワードで必要です。それを打ち込んだら、あ、何今欲しい Now まあいいや、はい、そういうわけでね、まあそういう風に打ち込んだら入れますので、皆さんどしどし入ってみてください。はい、強い方でも弱い方でもネタだらけでも誰でも大歓迎です。横にいるクマみたいな方でいいからね。はい、というわけでじゃあ締めます。ほいほいほい、いきます。この実況はゲイド、おー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 、ザシターザシター。それでは次回もどこだっけ、ご飯いただきます、いただきます。